みんなはリムパックというものを聞いたことがあるかな？リムパック？何それ？リムパックは環太平洋合同演習のことだな。基本的に2年に一度開催されているみたいだぜ。そうそう。今回は26カ国が参加して、様々な訓練を行いみたいだよ。たくさんの国が参加しているんだね。日本も参加しているの？もちろんだよ。さて今回は上述した通り、リムパック2022について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月13日、海上自衛隊第1護衛隊軍第1護衛隊所属のヘリコプター搭載護衛艦出雲 DDH-183 を機関として、第2護衛隊軍第6護衛隊所属の汎用護衛艦高波 DD-110 と潜水艦艦名未公表1隻が、インド太平洋方面派遣 IPD-22 に従事する第4護衛隊軍としてリムパック2022に参加するため、神奈川県の海上自衛隊横須賀基地を出港したよ。また、これらの艦艇の他に、海上自衛隊航空隊から P-1 哨戒機と電波妨害装置を搭載した UP-3D や US-2 飛行艇が派遣されて、リムパック2022に参加する予定とされているな。この IPD-22 は、10月28日までの約5ヶ月間ハワイとアメリカ本土西海岸などで実施されるアメリカ海軍主催の多国間共同演習である、環太平洋演習2022リムパック2022リムパックに参加するほか、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム及びソロモン諸島、トンガ、フィジー、パプアニューギニア、パラオ、バヌアツ、仏領ニューカレドニアなど12カ国を訪問し、それらの国々の海軍とパシフィックパートナーシップ2022、日米合艦共同訓練パシフィックヴァンガード22、日印共同訓練ジメックス、豪州海軍主催多国間共同訓練カカブー2022、米豪非主催多国間共同訓練エクリサイズサマサマルンバ2022に参加する予定とされているんだ。リムパックは1971年からアメリカ海軍が主催してハワイ周辺海域においてほぼ2年に1回の頻度で開催されていて2022年で28回目となり、太平洋を囲む各国海軍の間で技量の向上を図るとともに、親睦を深めることで信頼を深めて、不測の衝突が起こることを避けることを目的としているよ。そのため、かつては中国海軍やロシア海軍が参加していたこともあったが、両国海軍が西側諸国の艦艇情報などを収集しようと情報収集艦を送り込んだことがマナー違反に当たるとして、招待されなくなっているぜ。相変わらずのマナーの悪さだね。貪欲といえば貪欲なんだろうけど、時と場合を考えてほしいよ。日本は1980年から海上自衛隊が毎年参加しており、2014年からは陸上自衛隊の水陸機動団当時は西部方面普通科連隊が参加しているよ。リムパック2022は8月4日まで開催され、アメリカと日本を含めて26カ国が参加して、38隻の艦艇と170機以上の航空機、そして約2万5000人以上の人員が参加し、各国海軍が戦闘や災害救助などの能力向上を図り、その他にも上陸作戦訓練やミサイル発射訓練、対潜水艦船訓練、海賊対策訓練、掃海訓練などが実施されるようだね。なお、2021年12月下旬にアメリカ議会において成立したアメリカ国防権限法によって、招待することが決定されていた台湾海軍は含まれていないぜ。出雲型護衛艦の出雲と香川現在、固定翼機を運用する空母としての改修が進められていて、F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2の運用を目指しているよ。両艦は、基準排水量1万9500トン満載排水量2万6000トン全長 248.0 メートル最大幅 38.0 メートル深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの艦体制で乗員は約470名。機関方式は LM2500IEC ガスタービンエンジン2万 8000PS を4機搭載した COGAG 方式で出力は11万 2000PS を発揮して、最大速力は30ノットとなっているんだ。護艦防御用の兵装は、高性能 20mm 機関砲シウス ×2 機、シーラムコンサムシステム ×2 機が搭載されているんだけど、基本的にはイージス艦などと艦隊を編成することで航空攻撃あるいは潜水艦による攻撃を防御するものだね。現状におけるヘリコプター搭載能力は最大で14機。平時では SH-60 軽哨戒ヘリコプター7機と MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機を搭載していて、同時に5機の発着艦が可能なんだ。両艦の改修は、まず出雲において2021年度令和2年度において、F-35B 戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や電源設備の設置などの改修が行われており、F-35B の発艦時の安全を確保するための艦首形状変更台形から四角形に変更改修工事や、
艦内区画の整備などは、2025年度令和6年度末からの2度目の改修で実施される予定になっているよ。一方の加賀は、2022年令和3年3月から5年に一度の大規模な定期検査と同時に、F-35B 搭載に向けて大規模な改修工事が始められていて、加賀においてはこの改修工事で艦首形状を四角形に変更する予定となっているね。当初加賀については、この機会に一度に大規模改修を行う予定とされていたんだけど、艦内の区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらなる検討が必要とされ、同じ F-35B を運用しているアメリカ海軍の協力により、強襲揚陸艦における動線などについて検証実験や試験を実施した後に、人や物の動線を詳細に検討した上で改修内容を確定することとなったため、艦内区画の整備などについては今回の改修工事では行われず、2027年度令和8年度末からの次の定期検査に合わせて実施することとなっているんだ。なお、両艦については発艦用カタパルトの搭載やスキージャンプ台の設置などについても検討されていたが、カタパルトに関しては蒸気式の場合には蒸気が、電磁式の場合では電力が、共に現状の機関と発電能力では不足することなどから採用されず、スキージャンプ台の設置は艦体の重量バランスを取ることが難しいことなどから見合わせられたぜ。また、改修後の F-35B の搭載数が多くても15機程度とされていることから、90機を搭載可能なアメリカのニミッツ級ジェラルド・アール・フォード級に大きく見劣りするだけでなく、中国の空母遼寧が最大で50機、サントンが70機であり、2022年中にも進水すると見られている003型空母はニミッツ級と同程度の搭載機数であろうと言われている中で、出雲型空母はそれらに対抗できず、艦隊防衛用空母でしかないとする声が、海上自衛隊 OB の軍事評論家などから上がっているようだね。しかしながら、このような搭載機数にこだわるだけの出雲型に対する批判的な意見は、太平洋戦争時の空母運用構想にとらわれているものでしかないと指摘する意見もあるんだ。アメリカ海軍の空母は本国防衛用ではなく、海洋に出て遠い紛争地域で航空基地的に運用されるものであるため、多数の搭載機が必要とされているのであるが、日本の場合は国土防衛のための空母であるため、アメリカの空母とはその運用方法が根本的に異なるからな。出雲型護衛艦においては、日本本土から大きく離れて活動することはないもんね。そうそう。それに陸上の航空基地との連携が可能であるため、艦載機を搭載しておらずとも陸上基地から発進する、F-35B のための海上を移動する補給基地としての運用が想定されていると見られているってわけ。15機しか搭載できないから中国空母との空母対決に勝てないとするのは全近代的な運用構想でしかなく、現状において飛行場が少ない南西諸島を中国の侵略から防衛するためには、出雲型は必要な存在であるとする声は多いぜ。また、今回出雲はリムパックに参加した後、南太平洋の島嶼国を訪問する予定となっているが、これらの島嶼国においては近年中国がソロモン諸島と安全保障協定を結ぶなど、南シナ海からさらに太平洋への進出を企てており、出雲の姿を見せることでそれら島嶼国に対して日本のプレゼンスを示すことができると期待する声が上がっているんだ。なお、今回出雲と高波が横須賀基地を出港する際に、リムパック参加に反対する市民団体が基地近くの公園に集まっていたところへ、両艦の出港を見送りに来た右翼団体が詰め寄ろうとしたため、神奈川県警機動隊が右翼団体を制止したとして、地元紙の神奈川新聞が報じているよ。見送りに来た方を機動隊が制止したの？なんだかおかしなことになってるね。これに対してインターネット上では、神奈川新聞の報道には明らかに偏向報道だとする声や、護衛艦に敬意を込めて見送る団体が、それを妨害しようとする不尊な団体を排除しようとしただけだ。警察は右翼団体を規制するためでなく、市民団体と称して自衛隊の活動を妨害しようとする左翼団体を制止したのではないか？などして神奈川新聞の報道のあり方を疑問視する声が上がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。続いてはあのコーナーだよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、海についてだよ。海いいね、あと1ヶ月も待てば海開きだね。確かに、海は入るだけで気持ちいいもんな。だが、飲んでしまった時なんかは塩辛すぎて辛いよな。今日はその海の塩分について解説していくよ。ちょうど聞こうとしていたんだよ。ちなみに海の塩分濃度は何パーセントぐらいだと思う？結構高そうだと思うよ。だってめちゃくちゃ塩辛いからね。12% だと思う。俺は 15% だと思うぜ。なんたって塩を作れるぐらいだからな。正解は、3% でした。めっちゃ低いじゃないの。あんなに塩辛いのに 3% だなんて驚きしかないぜ。
ちなみに死海というすごく塩分が高い海があるのを知っているかな？入ったら体が自然と浮く海だろ。そうそう。その死海は海の 3% に対して、塩分濃度は 30% なんだ。さすが死海と言われるだけあるな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。